君の将福様、メッセージありがとうございます。選手は20人、専属チアも来ていない、ウイジーにしては寂しいところですが、これは天候の面も大きいと思います。本日は台風14号の影響で選手が来れるかどうかも危ぶまれておりました。なんとか参戦できたといったところが実情かと想像しております。さあ試合は第2クォーターに入ります。さあ琉球サードダウン12のシチュエーションでしたが、キュービーサーパスを投じようとしました。クォーターバック7番、しかしこれを愛知ディフェンス陣が猛追し、キュービーサークパスを投じる前に封じました。これにより約4ヤードロスとなっています。大学名、山ちゃん様メッセージありがとうございます。大学名が読み損ねておりまして、なかなか、表現が できませんが、タリオンステイトユニバーシティという大学を出身とされている選手のようです。さあ琉球フォースダウンロングをパントフォーメーションとします。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしこのキックにより陣地挽回になるでしょうか。このパントは愛知陣35ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。攻守転じまして、今度は愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。ニューミーチャンネル様、山田司ナイスというメッセージありがとうございます。お名前をたどりますと、愛知ゴールデンウィングス45番の山田選手の名前が上がりました。ディフェンスラインとして奮闘しております。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。さあその勢いに乗りますでしょうか。愛知自陣33ヤードからのファーストダウン10。さあパスからまず入ります。先ほどお名前を挙げさせていただきましたワイドレシーバー8番ビリー・ヒューイットのパスでした。長浜ビリー・ヒューイットのコンビネーションによりまず約5ヤードのゲインとしています。愛知自陣39ヤードからセカンドダウン4、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には4ヤード前進が必要。さあ琉球このホットラインを食い止めることができるでしょうか。さあ再びパスプレー、やはりターゲットはビリーだったでしょうか、しかしこのパスは不成功です。パス不成功によりサードダウンに変わります。さあ愛知サードダウン3回目の攻撃に入ります。ボールオン自陣39ヤード、攻撃権更新残り距離4ヤードの状況を果たしてどのようなプレー選択するでしょうか。愛知サードダウン4、ランプレーで展開しようとしましたが、これは琉球ナイスディフェンス。愛知裏をかくようにキャリア35番に託しての中央突破を図りましたが、しかしこれは琉球ガーディアンライオンズのディフェンスライン77番がチャージしロスタックルとしました。琉球77番は三永、京都産業大学出身。ヘルメットの後、77番ヘルメット。さあ愛知フォースダウン7の状況はパントフォーメーションを選択しました。愛知もここでパントにより陣地挽回を図ります。このパント転がりよく琉球陣15ヤード付近でボールデッドとなりました。愛知ここでパンターのモーリーの鮮やかなコントロールパントによって陣地を大きく押し返す形で攻撃譲渡となりました。
さあ攻守変わりまして、今度は琉球ガーデンライオンズの攻撃となります。琉球自陣16ヤードの地点からのファーストダウン10に挑みます。さあここでまずクォーターバックにボールを託そうとしましたが、ここでボールのスナップが乱れました。レフリータイムアウト。なんとか自ら抑えていますが、結果的に約4ヤードロスとしています。琉球自陣失礼しました。セカンドダウン14の状況に挑みます。ボールオンは自陣12ヤード。さあクォーターバック7番自らボールを持ち中央突破を図りました。しかしこれは愛知ディフェンス集まりよく、ゲインはほとんどありません。サードダウンに変わります。琉球ここに来てセンターのスナップが乱れているようです。琉球自陣12ヤードからサードダウン14、厳しい状況のこのシチュエーションに挑みます。パスは不成功。クォーターバック7番ここでミドゾーンへのパス、ターゲット3番これを手にすることはできましたが、しかしキャッチならず、パス不成功となりまして、フォースダウンと変わります。愛知ナイスカバーでした。琉球フォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。ここで琉球パントを蹴りましたが、このパントを愛知がブロック。ブロックしたボールはそのままエンドゾーン奥に転がり出ました。この形になりますと自殺点となります。したがって琉球ガーディアンライオンズ2点失い、愛知2点追加となりまして、愛知ゴールデンウィングス9点、琉球ガーディアンライオンズ0点となります。しかもセーフティーの場合には攻撃権譲渡ではなく自殺点ですので、キックオフは失点をしました琉球のキックオフにより試合再開となります。キックオフ地点は同じく罰則地1点となります。自陣20ヤードのキックオフとなります。厳しい状況でのパントを強いられた琉球でしたが、これを突破しようとしたパント、そのパントそのものを弾かれ、結果的に自殺点セーフティーを献上する形になりました。キックオフすることによって、その攻撃権も相手に一旦渡す形になります。ディフェンス陣の奮闘が果たして実りますでしょうか。琉球その突破口になりますか、このキックオフに期待しましょう。チープキックにした。さあ愛知はリターンを試みる。リターンは40番ハーフウェイライン上でこのボールを抑えました。キックオフ地点が20ヤードの地点でしたので、愛知このボールを抑えたことによっても絶好のポジションからの攻撃を得る形になっています。さあ琉球はここでディフェンスが見せることができるでしょうか。愛知は自陣47ヤードからの攻撃に入ります。
エネ様、お言葉の通り愛知、ここに来てこの状況、現時点では試合を自分たちのペースで進めれている状況に至っています。しかしその差は9点、ワンタッチダウン、ワンフィールドゴールで追いつかれる得点差です。この絶好の機会をいかにして生かせるでしょうか。まずファーストダウン10の状況、パスがしかし不成功。クォーターバック7番、見事なパスを投じ、ワイドレシーバー86番、これを手に仕掛けましたが、これを確保できず、パス不成功となりました。あわやタッチダウンになるかというビッグプレーでしたが、しかしこのパスは結果不成功でセカンドダウンに変わります。愛知自陣47ヤードからセカンドダウン10。さあ中央へのプレーを選択する。しかしこれは琉球99番がアジャストし、このランプレーによるゲイン1ヤードに止めました。キャリア35番は水野、日本福祉大学出身のチームのバイスキャプテン。止めました。タックルした琉球99番は牧、明治学院大学、そして、明治学院大学出身です。さあ愛知セカンドダウン9、パス不成功。クォーターバック7番、プレイアクションからロングパスを投じようとしましたが、しかしこれは見つからず、6番にパスをターゲット転じましたが、このパスはサイドラインに逸れました。パス不成功によりサードダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断により試合のクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。本日は台風直撃が近くなっていることによる湿度上昇により熱中症対策に備えてクォーターの半分でタイムアウトが取られています。さあウォーターブレイク解けます。状況は愛知の攻撃、自陣48ヤードからサードダウン9の状況で試合再開となります。愛知も攻撃権更新には微妙な距離が残ったこのサードダウンシチュエーション、これを琉球いかな形で止めにかかるでしょうか。失礼しました、パントフォーメーションを引いています。フォースダウンとなっていました。失礼いたしました。ダウン確認誤りまして失礼いたしました。愛知フォースダウン9のシチュエーションでしたので、パントフォーメーションを取り、そしてパントにより陣地挽回としました。琉球自陣20ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守交代です。あやエドワーズ様、メッセージありがとうございます。牧選手、ここへ来て一つ大きな仕事を決めたと思います。さあ攻撃権を取り戻しました琉球ガーディアンジャングルズ、自陣17ヤードの地点からのファーストダウン10に挑みます。パス不成功。クォーターバック7番、右サイドラインから中へ切り上がってきたワイドレシーバー11番へのパスでした。しかしこのパスはこのタイミング合わず、パス不成功に終わっています。ダウン進みましてセカンドダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズ、自陣17ヤードからセカンドダウン10。
さあパスは通ったでしょうか。判定を待ちますがファンブルしております。パスは成功、しかしここでファンブルが発生し、リカバーしたのは愛知、したがって攻守交代です。ターンオーバー。琉球ここでパスプレーは成功させました。しかしこの時にレシーバーがボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのは愛知、したがって攻守交代がなりました。愛知ファンブルリカバーでターンオーバー。前パスは失敗した場合にはパス不成功としてその時にプレーが止まります。しかしキャッチした場合にはそこからランプレーと同じ扱いになります。この時にボールを落とせばファンブルとなり、ボールを所有した方に次の攻撃権が移ります。愛知ファーストダウンテン。さあまずはランプレーで入った愛知、しかしこれは琉球58番が見事なアジャストをし、このランプレーを食い止めました。35番の水野、右オープンのランプレーで突破を図りましたが、しかしこれを琉球ガーディアンライオンズ58番の山並、創価大学出身のプレイヤーが見事に止めました。愛知セカンドアンライン、ボールオン相手陣21ヤード、しかし愛知まだ絶好のポジションにあります。琉球ナイスアジャスト。愛知はここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択プレーです。クォーターバック、ここでランニングバック30番に投げ渡しましたが、ここでボールをジャグル抑えましたが、しかしここの隙を見計らって琉球25番が見事なタックルをし、このランプレー約3ヤードのロストしました。見事な反応でタックルを締めましたのは琉球ガーディアンライオンズ25番の岡原。さあ愛知はサードダウン12のシチュエーションに挑みます。これも琉球見事な対応。愛知ここをあえてランプレーによって右オープン突破を図りました。キャリア30番、しかしこれを琉球29番が見事にパシュートし、このランプレー食い止めました。鮮やかなフットワークでこれを仕留めましたのは琉球ガーディアンライオンズ29番の中村、城西大学出身です。さあしかしここで愛知フォーメーションを変えましてフィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス40ヤード、キッカーは毛利、これを決めるでしょうか。このキック失敗、愛知無得点に終わりました。琉球またしてもこの攻撃を無得点でしのぎました。攻守交代となります。木村様メッセージありがとうございます。おそらくですが琉球には未経験の方も数多くいると思います。同時に経験はありましたが、ある意味年齢が過ぎている方も多いでしょう。しかしそういった方々がより集まり、沖縄米軍チームとも戦いながらその力を磨き上げてこの X3 の舞台に届いてきております。さあ琉球その反撃になるでしょうか。ファーストダウン10の攻撃に入ります。さあまずパスがいった、しかしこのパスは不成功。クォーターバック7番、ここでワイドレシーバー11番へのパスでしたが、しかしこれを取れませんでした。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。頑張れ琉球のメッセージありがとうございます。まさにここでその意地をまず見せることができるでしょうか。前半残り時間1分47秒からの琉球セカンドダウン10。さあここのパスは通しました。ターゲットは3番、しかし外へ出されまして、ゲインは約3ヤードにとどまっています。
琉球サードダウン7のシチュエーションに挑みます。中で倒れた判定となっていますので時計は回っております。前半残り時間1分20秒を切りました。インターセプト。ターンオーバー。ここで琉球クォーターバック7番はロングパスを投じようとしました。しかしこのパスを取ったのは愛知3番。見事なインターセプトにより攻守交代となっていますが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ホワイトナージュナーバン、ナージュナーバンは近く5周になります。15ヤード合体してディフェンスの反則、琉球側の反則となります。ターゲッティング、相手を狙いすましたヘルメットからのヒットです。これは近年危険な行為として重大な反則に扱われます。反則による罰則は15ヤード。そして反則をしました選手はこの反則により本この試合の資格没収という形になります。ゴールまでの半分の距離からフォースランを行います。そして残り距離が15ヤード、残り距離の兼ね合いから反則の罰則距離は残り距離の半分と変わります。いずれにしましても攻守交代となりました。見事なインターセプトを決めましたのは愛知ゴールデンウィングスの3番佐川。愛知大学出身のチームキャプテンが見事に大仕事を決めました。フォースパスランを行います。愛知相手陣14ヤードからファーストダウン10。パスは成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー80番でしょうか、パスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、チームタイムアウト、愛知ゴールデンウィーク。愛知ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。時計ともにまして試合時間は前半残り37秒となっています。この時間内に得点を挙げないと愛知この絶好のポジションを失います。愛知この機会を生かすべくここでタイムアウトを取りました。愛知前半1回目のタイムアウトを取りました。試合再開となります。愛知相手陣7ヤードからセカンドダウン3。試合時間は前半残り37秒。さあ中央へのランプレーを選択します。託されましたキャリア30番、左オフタックル付近へのパワーランを展開しました。ゲインはしていますが、しかし攻撃権更新に至っておりません。サードダウンに変わります。
ここでホイッスル。愛知ゴールデンウィークス前半2回目です。愛知ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。そんな皆様メッセージありがとうございます。沖縄はまだ現時点では明るいようですね。大阪も完全に日が落ちております。逆に夕闇の帳がありまして、正直言いますと肉眼では今選手の背番号等は確認ができません。画面上はズームが効いていますので見えるのですが、私は今のところ選手の番号が確認できない状況にあります。山崎さんはメッセージありがとうございます。頑張れ琉球のメッセージチームに届きますでしょうか。さあサーダン残り1ヤードの状況に愛知あります。パスは通りましたが、さあこれはタックルして止めた。この倒された視点はどうでしょう。ターゲットは6番ゲインしていません。フォースダウンと変わります。セミタイムアウト。愛知ゴールデンウィークス前半3回です。失礼しました。先ほどのプレーによって攻撃権更新となっていました。愛知ファーストダウンとしています。ここで愛知タイムアウトを取りました。愛知ここで前半すべてのタイムアウトを使います。愛知タイムアウト解けましてフィードゴールトライキックによる3点を狙います。ここでホイッスル。チームタイムアウト琉球ガーディアンライオンズ。ここで琉球ガーディアンライオンズも前半1回目のタイムアウトを取りました。琉球ここでタイムアウトを取ることによりキッカーの集中力を削ぐ選択をしました。今両チームに対する応援メッセージがいただけ今配信冥利に尽きております。さあ試合再開です。愛知ファーストアントゥーゴールフィールドゴールトライ。キック成功3点追加。愛知ゴールデンウィングス3点加えまして愛知ゴールデンウィングス12点。前半終了します。琉球ガーディアンライオンズ0点。ここで前半の時間がなくなりました。前半終わりまして愛知ゴールデンウィングス12点琉球ガーディアンライオンズ0点。愛知がリードする形で後半戦に移ります。